月、まだ花火前なんですけれども、安らぎの方にカラオケのど自慢という番組を撮影していただきました。そして皆さんにたくさん集まっていただける楽しい店です。それではお昼の日中カラオケやってくださってるママさんを紹介させていただきたいと思います。赤とんこさんです。どうぞ。ございます。午前中は12時頃からね、夕方は4時頃までになります。はい、お客さん一生懸命歌っております。1日料金は1100円でございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは夜の方をやっていただいてる、そらさんから、ちょっと紹介していただきます、ね、はい、夜の方を担当しております、そら創生と言います。料金は男性が3000円です。女性は2500円です。で、秋田駅から10分ぐらいで立ちてきますので、南高校のあるすぐそばの日本が開店したと思います。楽しい店ですので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。私はなかなか店の方に顔を出すことができません。あっちこっちと舞台に回ってますけれども、本当にお昼のママと夜のママにお世話になりながら、そして夜私に、私もお客様とお会いしたいんですけども、なかなか無理なので、ぜひ、カラオケとか YouTube とかを検索していただければと思います。どうかよろしくお願いします。あずさあいのカラオケのど自慢。はい、始まりました。今日もカラオケのど自慢で、秋田県でよりすぐりすごい上手な方だけが今日集まっていただきました。本当に、あずさあい、カラオケのど自慢の番組は上手な方がたくさんいるねという声をたくさんいただきたく、集まっていただきました。この皆さんの素敵な歌を最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。1番大和さん、恋月夜。どうして忘れられるでしょうか、あなたと会うため、生まれた私、女の心、奥ひだに刻み込まれた熱い時、深まる闇に身を隠し、今日も会いたい、ああ恋月夜。涙で解いた紅を引いたら、あなたを探して、命が騒ぐ罪の重さ、
重さを噛みしめる唇が押し当てて泣き聞きたい、ああ恋枕別れて暮らす人生ならば、あなたのその手で殺してほしい女は心ゆりかごに愛を宿して生きている深まる闇に身を任せ、明日も会いたい、ああ恋好きよ。
ビーズのため息夜空にこぼしてステップ踏むエンジェル感じてほしいの今夜だけでもシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって Do you wanna hold me tight? Don't you know? ハート赤く火花散らしてもっともっともっと熱く熱いビートを鳴らして Do you wanna hold me tight? 堺谷智弘さん、マーク273。どこまでも歩いたね街明かりさえ消えて足音が寂しいよ分かってくれるただ一人の君を話したくないのに冷たいこの世界煮詰めたら泣いていた愛しい君だった悲しみをこらえてる傷ついた若い恋また時は大人になっているだろう別れたくないのに冷たいこの世界また会う時は大人になっているだろう別れたくないのに冷たいこの世界年老いた男が川を見つめて時の流れを知る日が来るだろうか半田裕子さん、甘い色の髪の乙女長い髪を風が優しく包む乙女は胸に白い花束を羽のように丘を下り優しい彼のもとへ明るい歌声は恋をしてるか
しく包む乙女は胸に白い花束を羽のように、丘を下り優しい彼のもとへ、明るい歌声は恋をしてるから、バラ色の微笑み、青い空、幸せな二人は寄り添おう、甘い色の長い髪を風が優しく包む、乙女は羽のように丘を下る彼のもとへ。バラ色の微笑み、青い空、幸せな二人は寄り添おう、甘い色の長い髪を風が優しく包む、乙女は羽のよう下る長い髪を風が優しく包む、乙女は羽のように丘を下る彼のもとへ、彼のもとへ。池田博さん、男の独り言。夢の中で浴びていた、お前は笑ってうなずいた。俺を見上げて甘える癖が、まぶた閉じても離れない。上り坂下り坂、まさかの坂に転げても黙ってついて来てくれた心の中で一人ごと、俺はお前を、俺はお前を離さない。
夢の中で泣く俺の背中をずっとさすってた。いつも一緒とお前の声が夜の静まに聞こえるよ。上り坂下り坂、まさかの坂に転げても涙も見せずいてくれた。心の中で一人ごと、俺はお前を、俺はお前を離さない。上り坂下り坂、まさかの坂に転げても笑ってついて来てくれた。心の中で一人ごと、俺はお前を、俺はお前を離さない。パブ安らぎ赤とんこママです。なにわ節だよ人生は。ブスと言われて鏡を見れば、人が言うほどブスじゃない。紅を塗ったくれお白い次で、鏡見ながら一人ごと、何がブスだよ女の女の人生は。すげえと言われてその気になって、惚れた私がバカでした。涙人工寝かされ取られて、こんな男を許せない。何がブスだよ女の女の人生。
ブスと言われて捨てられました。夢も希望もなくなりました。人に言えないこの悲しさに煽る未練の茶碗酒、何がエプスだよ女の女の人生は。安田理智子さん、人生なんてね。これ以上どうするの、途方に暮れた定めと選んだあなたと二人、いつかは別れが来るのでしょうか。それでもあなたについてきたのよ。触れても燃える揺れては消える男と女抱かれて泣かされ街を離れてこぼれて転げて人生なんてね。愛しよ髪の先までささやかな暮らしは夢に散ったわ。今までの出会いが霞に見えて射抜かれたあなたについてきたのよ。触れても燃える揺れては消える男と女、見慣れた二人だけの部屋を背にして歩いて振り返る人生なんて。泣かされて街を離れて
転げて人生なんてね。鈴木真一さん、レイニーブルー。人影の見えない午前0時、電話ボックスの外は雨、かけ慣れたダイヤル回しかけて、ふと指を止める。冷たい雨に打たれながら、悲しい物語を思い出した。あなたの帰り道交差点、ふと足を止める。レディブーも終わったはずなのに、レディブーなぜ追いかけるの。あなたの幻消すように私も今日はそっと雪すぎる車のヘッドライトが、一人ぼっちの影を作る。あなたの白い車探しかけて、ふと瞳を伏せる。レディブーも終わったはずなのに、レディブーいつまで追いかけるの。あなたの幻消すように、私も今日はそっと雨。レディブーも終わったはずなのに、レディブーなぜ追いかけるの。あなたの幻消すように私も今日はそっと雨。あの頃の優しさに包まれてた思い出が流れてくこの街に、 It's a rainy view, It's a rainy view、 揺れる心を濡らす涙、 It's a rainy view、
ちゃん、あの山下さん、月曜日で待ってて、最後の歌がいいんだって。まだご苦労さんだな、まだ繋いできてな。じゃあ、スロちゃんにつけるあれ、部屋に行ってください。止まらないで。はい、これで一応最後です。どうも長らく。はい、さあ作るでいい。まだ止まってます。いや、これは別料金じゃないですよ。何でもさっきカラオケがかかんなかったですね。9番新城美也子さん、出会いの夢グラス。ここで初めて会えました。初めて会えました幸せ知らない男と女、愛して いのねとても素敵な出会いです。ときめいて誘われて愛の渇きを癒してくれる心のグラスに赤いワイン注いでください夢グラス。あなたの背中ほんのりぬくもり感じる人ね、心を許した見えない糸で結ばれた優しさに胸震え、ほころぶ笑顔好きです。あなた心の隙間を埋めてくれる、出会えてよかった巡り
き向いて誘われて愛の渇きを癒してくれる心のグラスに赤いワイン注いでください夢グラス はい、パブ安らぎあずさ愛の店で、カラオケののど自慢やっていただいてます。皆さんやっていただきましたね。ありがとうございます。お疲れ様でした。これからは、パブ安らぎの夜のママを紹介させていただきたいと思います。そらちゃんどうぞ。どうもです、そらと言います。あずさの店のママやっております。すごいですね。だよね、やっぱり上手だね。上手だな、上手だ。なんか歌わずしょすなと思う。これ上手だ。あずさえさん、はずがすんの。あんひま、私の歌わいにや。んだの、今歌わずやめろか。やるやる、歌わせてください。なんとかお願いします。でも本当に歌上手だなと思うね。こうして言えばちょっと悪いかなと思うけど、本当にいろんな全国回らせていただいて、やっぱり秋田さんして歌っ子、秋田の人の歌子といえば、なんとうまいなと思いますよ。思いますね。まっすぐでちょっとやばい、本当にね、歌手である私顔負けでございます。出すね、出すなって言うんだよ。本当だよね。まず秋田弁で喋るやつもいいけども、それでは、そらちゃん、ここの夜のママやっていただいてる、そらちゃんから待ち伏せ、そして最後にあずさあい千夜一夜2曲続けて聴いてください。夕暮れの街角覗いた喫茶店、微笑み見つめ合う見覚えある二人、あの子が急になぜか綺麗になったのは、あなたとこんな風に会ってるからなのね。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、気のないそぶりして仲間に加わった。テーブルを挟んであなたを熱く見た。あの子が振られたと噂に聞いたけど、私は自分から言い寄ったりしない、別の人がくれたラブレター見せたり、偶然を装い帰り道で待つわ。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、
好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、あなたを振り向かせる。でそっと呪文をかけたのね、あなたをこんなに恋しくなるのは、眠れぬ夜におとぎのランプを灯し聞かせて、心のときめきをもっともっとあなたをもっと愛したい、燃え立つように千夜待ち続け一夜の夢に果たしです。
私の歌で千夜一夜を聴いていただきました、最後に、千夜一夜で締めくくらせていただきましたけれども、そしてまた、パブ安らぎあずさ愛の店の昼のママをやってくださってる赤とんこさんです。昼のママです、とんこちゃんママです、よろしくお願いします。そしてまた、夜の方の部のママをやっていただいてる、そらそうせいさんです。そらちゃんママでございます。そらちゃんです。ママです、パパではありませんよ、よろしくお願いします。はい、本当にね、日中よくやっていただきまして本当にありがとうございます。そしてまた今日も皆様大変お疲れ様でした。とてもいい歌を聴かせていただきました。それでは、最後に、のど自慢の、締めくくりをさせていただきます。はい、あずさ愛のカラオケのど自慢。